こんにちは、手作り倉庫です。セリアのカフェカーテンで2枚を使ってちょっと立体的なアズマ袋みたいなショルダーバッグを作ったんですけれども、同じ型紙というか同じ取り方でこのジーンズのリサイクルを作ってみました。まずこのジーンズはちょっと大きめ、まあまあ大きめのジーンズなんですけど、まあ、リサイクルショップで買われてもいいし、ご自分のがあればご自分のでも、まあ、細めでも細めのは、まあ、細めの、まあ、ちょっと小ぶりなのができそうですよね。こうして後ろのポケットは外してしまいます。こんな風に糸がチュクチュク出てきますね。しっかり縫ってますよね。そうしましたら、これ今前が上になってますけども、ファスナーのところを避けて、そしてポケットを生かすところ1、まあ、大体こんなところで取れると思うんですけど、そこでこの A というのが、これ今参考寸法でだいたい30センチぐらいあるんですけども、それの3倍、これあのまっすぐ布目にまっすぐできるだけ線を引いてほしいんですけども、ここを切りますね。ですから、まあ A が30センチだしたら3倍の90センチが欲しいですね。そしてここを、これポケット切らないように気をつけてくださいね。ポケットこのまま使います。そしてファスナーのところを避けたギリギリのところ、ここですよね。そこを切ります。まっすぐ。できるだけ布目にまっすぐ切ってください。まっすぐの方が後のあのボロボロがきれいにいくんですね。そしてこれがちょうど90センチぐらいのところですよね。まあこれ結構いい寸法だったと思いますね。ちょっと大きめですけどね。ですからビーチバッグなんかにもなりやすいんですけど。そうしましたらこんな風にして開いて、そして今ポケットを取りましたよね。そこで今切ったところからこの A の参考寸法、まあだいたい30センチ、28センチでもいいですよ。30センチより大きくなるとかなり大きなバッグになりますよね。1センチ、2センチでだいぶ違ってきますね。そしてまあこれは参考で30センチの90センチというのをまず片方の足の方で取りました。これ上の方に向かっていくと、これポケットありますよね。こうしてこんな風になってます。そしてベルトまでこうして切ってしまいます。これで片方の足で取りました。あと反対片方の足のところで、やはり同じようにファスナーのところを避けて、で布目にできるだけまっすぐに線を引いて、そしてここも同じように30センチ、参考寸法ですけど、まあ、A の3倍、 A が28センチならそれの3倍、これ30センチでやってますのでだいたい90センチ、これをもう片方のところで同じように取ります。だいたいジーンズはあの脇のところは、まあまっすぐの布目のになっていることが多いもんですから、まあ、よほどちょっとボンディングみたいな昔よく流行ったようなジーンズの形ですとちょっと違いますけど、まあ、だいたいこういうまっすぐの布が取れるジーンズでやられるといいと思うんですけどね。まあ、そのボンディングになっているものはそれはそれで面白いかもしれないですよね。ちょっと膨らんで。そうしましたら同じように片方、まあ、もう片方も取ります。これわざわざこうお尻とか開かないで取ったのは、まあこれまあまあ大きなジーンズだったもんですから、切っちゃわない方が後々また何かに使えるかなと思ってこうして取りましたけど、まあ細い場合は全部こうまた下のところを切っちゃってもいいですね。そうしましたらこんな形のものが2枚カットしました。こんな風になってます。そうですね、短い方が A としたらそれの3倍が長い方というふうに取りました。これで四角が3倍ってことですよね。 A の3倍。次にこの丸くカットするんですけど、この時気をつけたいのが表と表を合わせたいんですね。これ表と裏を中表に合わせたりして逆に取ると
逆になるんですね。それはそれで面白いですけどね。裏と表が表に出るっていうか、裏と表がのバックになるっていうんですね。反対、片方が表の布、片方が裏の布にもなりますので、それはそれで面白いと思います。まあ、でも今回は両方とも表ということでしますけど、こうしてカットしましたら、今みたいに円を当ててカットしましたね。円に4分の1の円のカットですよね。そうしましたらこんな風に合わせて、これカフェカーテンと同じですけど、まあ、ちょっと違うのが表と表を合わせて縫うんですね。こうして表表同士を合わせてこうして縫っていくんです。あとここをカットしたいもんですから、この時に縫い代がだいたい2センチぐらい多めです。今回はこうして、これ間違えないようにこうして中心部分に今合わせましたね。そうしましたらこうして左の方にこうしてぐるっと、もうこうなんていうのか、逆らわない、布合わせに逆らわないようにこうして丸いものと直線のものとこうして合わせていくんです。ここは早送りせずに普通にの、早送り普通倍速っていうのかな、普通で写しておきました。こんな風にして2センチの縫い代をこうして最後のところまで、布のあるところまでこうして留め付けして縫っていくんですけど、ですからもうこれしっかり返し縫いか何かで二度縫いとかで手縫いでされても、それはそれで かっこいいバッグになりそうですよ。穴を開けて紐を通すことも考えたんですけど、今回はちょっとフリフリみたいにしたかったもんですから、こんな風にして2センチの縫い代で縫いました。今度は反対側ですよね。今 やったのが逆の方、反対側の方、これをこうしてまた待ち針で留めていきます。これ留めてから縫った方が縫いやすいですね。中心の方から縫っていってもいいんですけどね、それはまあ縫いやすい方法で縫ってください。ここまあカフェカーテンで見られた方はここを端折っていただいて、後の方カットするところを見ていただけばいいかなと思いますけど、紐も穴を開けて紐を通すだけだもんですから、本当になんていうんですか、ヒッピーバッグみたいな。これ最後になりましたよね。ベルトのとこに来ましたよね。これ両方とも同じような感じになるんですけど、こんな風にして2センチの縫い代で待ち針で留めて、そしてミシンで縫います。ぐるーっと一回ずーっとこう糸外さずに縫えちゃうんですけど、こんな風になりますね。ポケットはこのまま使うんです。ジーンズのリサイクルはあれですよね、あんまりこうしっかりこう作らない方がおしゃれかもですよね。まあこれはでもこれに裏を工夫してつけられてもいいですけど、その場合はカットする方が丸の方、森にカットする方が逆に取らないと同じ方向にの裏にならないですよ。で次にこの今のこの角のところ、三角になりましたよね。このベルトのところが三角になるんですけど、そこのところをこうして三角にちょっと折って、そしてこの紐を穴を開けて通しちゃうんです。このベルトのところがまあこれこうしっかりしてるもんですから、ここはまあ問題なくこのリッパーなんかで穴開けちゃうんですけど、こうして穴開けます。これ小さめに開けた方がいいですね。あんまり大きく開けるより小さめに開けて、窮屈なぐらいで開けて、そしてよいしょって入れるっていうか、そんなのがいいと思うんですけど、そして片方はこれどうしても1枚になっちゃうもんですから、2枚重ねて2枚、まあだから三角に折ったんですけど、重ねて2枚を同じところ穴を開けて、そして通しました。まああまりこだわらずにこんな感じで
まあ、これも面白いかなって感じですよね。これこういうのが気になる方はもうしっかり折って、そしてカットして、そのベルトも外して、ベルト通しも外して、そしてしっかり仕立ててもいいですね。裏をつけても可愛いですよ。これまあわざとこうポケットの布も外から見えちゃうみたいな作り方なんですけど、まあ、ジーンズとか、まあ、他のものでもリサイクルっていうのは元の形とか元の良さっていうのをできるだけ生かしたリサイクルの方がこうなんか楽しみがあるっていうか、もう初めからそれだったらもう布を買ってきて作った方がいいわになっちゃうもんですから、あんまりきれいに作っちゃうと。ですからまあ元のこれが、まあ、もしボロボロならボロボロでもいいし、穴開いてるジーンズも最近ありますけど、わざとこうなんか穴開けたりとか裂いたりとかって、そんなのも使って中のものが見えちゃったりしてもいいですよね。こうして紐を通しました。だから紐を穴開けて通しただけなんですけど、この紐の長さはご自分のお好みの長さで作られればいいと思いますね。これは縛ったところの後、これをしてこうしてほどいておきました。それちょっと濡らしてドライヤーでもかければまっすぐになりますね。で、次に今回はこの縫ったところを表になってますので、これを1センチ、2ミリか3ミリぐらい、1センチ、5ミリよりも少し少なめの方が形がいいですかね。1センチだとちょっと、まあ1センチでもいいかもしれないですね。こうピリピリするっていうか、こんな風にして全部切っていくんです。今縫ったところ、縫い合わせしたところですよ。縫い合わせしたところを全部こうやって切っていきます。これもボロボロ出てくるんですけど、しばらくボロボロ出てくると思うんですけど、まあこれを洗っちゃってもいいですよね。洗っちゃうといい感じになるかもしれない。で、このボロボロ出てきちゃうし、こうしてピリピリした方が可愛いので、このフリルみたいになって、これ今ホテルなんかにあるアメニティにあるこのフォーム、ブラシなのか櫛なのかわからないんですけど、これでこうしてこすります。まあ他にも何か違う方法でやることがあれば、まあそれを工夫してやられればいいと思うんですけど、こんな風にこうフリフリフリになるんですね。こうしてこうしてこうボロボロして、洗っても綺麗になるかもしれない。でもこれをやる前に、その切っただけで洗うと、その洗濯機の中にゴミがいっぱいになるかもしれないですね。こんな風にできました。もうこれでカバンになっちゃったんですけども、こんなお手軽でいいの？っていうようなジーンズのリメイク、リサイクル、リファッションでした。まあ、若い方も作りやすいかなと思います。